今日は日本テレビ開局60周年記念ナイターということで、野球中継ベースボールスペシャルサポーター亀梨和也さんの始球式で華やかに幕を開けました。今日の試合です。タイガースの先発はエース能見、およそ2ヶ月勝ちのなかった能見です。ここ2試合続けて先制ホームランの4番村田、ここはレフトのバートンがその能見を助けるファインプレー、フェンスにぶつかりながらも大きな打球を補給していきました。4回の表です。こちらもおよそ2ヶ月勝ちのない先発の沢村から5番の新井貴浩がセンター前のタイムリー、タイガースがこの3連戦で初めて先制点を奪います。6回です。エンジンを組んで迎えたこのタイガースの攻撃、マートン初球を13号ソロホームラン、今日も初球を叩きましたマートンです。8回の裏です。能見に対して得意としています代打矢野、レフト線を破るツーベース、そして能見完封かというところでしたが、それを阻止する亀井のセンター前のタイムリーツーベース。9回の裏ジャイアンツ土壇場です。ノーアウトランナー3塁1塁ということで、坂本がこのレフトへの犠牲フライ、土壇場でタイガースが同点に追いつきました。そして延長戦に入って迎えました10回の裏、3番手の松田から長野、この当たり今シーズン2度目自身通算3度目となる長野のサヨナラホームラン、ジャイアンツがサヨナラでこのカード3連勝、ゲーム差を8にまで伸ばしたというこの3連勝になりました。さて今日8月29日プロ野球中継が始まってから60年、その60周年を記念いたしまして、皆様が選ぶプロ野球ベストナインとして国民投票をこれまで実施してまいりました。その結果を改めてご覧いただきたいと思います。皆様が選んだプロ野球ベストナイン、こちらになりました。いやー、篠塚さんもセカンド、はい、名を連ねていらっしゃいます。おめでとうございます。ありがとうございます。改めてこのラインナップご覧になっていかがですか。いやー、もう嬉しいですね。やっぱりこれだけのメンバーの中でこうやって選出っていうかね、はい、1位っていう形になれて、本当に嬉しいです。そうですか。ありがとうございます。その中でもまあ現役選手もね、4人名を連ねるという形になりましたけれども、はい、まさに夢のようなこの国民投票ベストナイン、本当ですよね。もう本当に光栄ですね、はい、なおこの投票結果は番組のホームページにも掲載しておりますので、どうぞ合わせてご覧いただければと思います。さて篠塚さん、はい、この3連戦ですが、ジャイアンツが3連勝という形になりましたね、うん、やっぱり本当に勢いですね、はい、最初のね、やっぱりここという時にやはり出なかったっていうのがこの3連戦の阪神の、はい、あの打線だと思いますね。そうですか、はい、まあ、そのエース立ててきた阪神に対してジャイアンツは3連勝、これでゲーム差を8にまで広げて、明日からは中日とのこの東京ドーム3連戦です。ここまで放送の解説は篠塚和則さん、お楽しみいただきました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。長野のサヨナラのホームランです。